レモンスカッシュで乾杯するのは尾道市や JA の関係者です。瀬戸田エコレモンを1年ほど前から使っている老舗の洋食店に集まりました。店自慢の料理にたっぷりかけられる瀬戸田エコレモン、農薬や化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えた瀬戸田町産のレモンで、生産グループは今年度の農林水産祭で天皇杯を受賞しました。皮まで食べられるエコレモンということで、キャッチフレーズにしながら、我々は突き進んできているわけでございますけれども、こちら寒ビラメのムニエルのソースにも瀬戸田エコレモンが使われています。非常に香りが高くて、なおかつすごくジューシーなんですね。お客様と農家の方々をつなぐパイプとして我々も機能していきたいと思ってますので、銀座ですから間違いなく瀬戸田のエコレモンがわーっと日本中に広がっていくということに期待しています。今月23日までの2週間、銀座のさまざまなジャンルの24の飲食店で創作料理を出してもらうことになっています。広島からお伝えしました。